こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、タマの LAL1455 という、アルミシェルのスネアドラムのご紹介です。ではですね、まず音の方を聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあこう14インチ×5.5インチ8テンションのアルミシェル、なんとなくまあラディックのアクロライトっていうドラムスネアドラムがありますが、その感覚をちょっとこう、たまなりにこう、もうさすがにね、もうなんてパクリっていう次元じゃないじゃないですか、アクロライトって。なのでまあ、スタンダードなね構成の一つになると思います。でこうスチューデントモデルっていう考え方がありまして、楽器を企画するときにですね、いわゆるちょっとプロモデルみたいなものとか、スチューデントモデルというのはですね、まあこれから楽器を始める人にとって最適な、まず価格帯としてはそんなに価格が高くなくて、そして、まあシンプルで、その楽器っていうのがドラムっていう楽器がどういうものなのかっていうのを学習しやすいというところですね。そのバランスをどういうふうにこう取るといいものができるかなっていうふうに考えた、モデルでスチューデントモデルというカテゴリーがあるんですね。まあアクロライトもスチューデントモデルの基本的にはくくりだと思いますし、エレキギターでいうと、まあ、ムスタングとかデュオソニックとか、そういうようなギターもそういうものだと思います。単純にこう価格を抑えて導入しやすいというだけではなくて、ちゃんとそのシンプルで学習するのに最適なものというのを考えたものがスチューデントモデルとしたときにですね、これはもうしっかりとしたスチューデントモデルだと思います。太鼓を鳴らす、ねというあの、ね、勉強をするときにもこうちゃんとうまくやらないと鳴らない、ちゃんとこう鳴らす、しかも鳴らしにくいわけではなくて、その鳴らすって感じをつかみやすいとかですね、そして、まあ、コントロールというところでもですね、例えばカヒカーンって音が欲しいっていう時にはここ叩くのとここ叩くのでは違いますよね。ここ叩くとターンになります。ここだとトントントンってなります。こういうコントロールっていうのもですね、このスネアドラム使えばですね、とてもまず初めにこうはっきりとね、その違いっていうのが、分かりやすいというところで、とてもですね、初心者の方が、こう比較的リーズナブルの価格で、買うにはとても良いスネアなんじゃないかなと思いました。まあね、音の方もみんなこれ何人かに叩いてもらってみんな好評だったし、すでにもうね、発売してすぐ実売もこう出ていて、とても人気なスネアになるという予感がしています。ということで今回ご紹介したのはタマの SLP サウンドラボプロジェクトの、アルミニウムですね、の、新作、LAL1455 のご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。